ドライクリーニング。ドライクリーニングとは、乾燥洗濯の意味で、洗剤を溶かした水の代わりに、工業ガソリンなどの有機溶剤を使って洗濯することを言う。なお、ドライクリーニングを専門に行っている業者は、クリーニング業法のクリーニング業とされ、都道府県知事への届け出や確認など法的な規制を受ける。ドライクリーニングの歴史は大まかに1800年代に、 始まり、現在の石油系溶剤のドライクリーニングは1855年頃、フランス人の染色業者、ジャンジョリ、ジーン、バティスト・ジョリーが、こぼしたランプの油、カンフェンが、テーブルクロスの模様を消すことを偶然発見したことが、始まりとされる。日本では、白用者が初めて行ったとされる。その後、石油系溶剤の可燃性により、第一次世界大戦後、 一時的な政府規制が発令された頃、塩素系溶剤のドライクリーニングが考案された。油脂は水に溶けにくく、通常の水を使った洗濯では落とすことが難しい。そこで水の代わりに油をよく溶かす有機溶剤を用いて洗濯する方法があり、これをドライクリーニングという。ドライクリーニングではオイルの染みや口紅など、 普通の洗濯では落ちにくい油脂系汚れもよく落とすことができる。またドライクリーニングではウールなどでできた衣料品でも縮みや型崩れがしにくいという特徴がある。これらの繊維は水によって防潤したりまたは繊維の表面が変性したりしてしまうが有機溶剤ではこのような変化が生じないためである。一方、ドライクリーニングでは水溶性の汚れ、汗、 食べ物の羽などは普通の洗濯に比べ落ちにくい。このためずっとドライクリーニングのみを行っていると水溶性汚れが蓄積されるために医療が黄ばんでくることがある。また、ドライクリーニングで用いる有機溶媒は非常に溶解性が強いため合成色素なども溶かすことができる。従って物によっては色が落ちたりボタンが溶けたりすることがある。 近年多用されている複合素材の中にもドライクリーニングが適さないものがある。このため、すべての医療品にはドライクリーニングができるかどうかが絵表示されている。ドライクリーニングができるかどうかについては、JISL-00012016 年11月までは JISL-0217 繊維製品の取り扱いに関する表示記号及び、その表示方法によって、 下記の3種類に分類され、それぞれの製品に記号で示されている記載義務がある。国際的なケアラベル取扱い表示 ISO3758 では、クリーニングについてテトラクロロエチレン、パークロロエチレン、または石油系溶剤によるクリーニングが可能な場合は p に、石油系溶剤によるドライクリーニングのみ可能な場合には f に、 ドライクリーニング負荷の場合には丸に罰を重ねた、表示が用いられる、蒸気ジス L0001 を参照。2016年12月以降、日本の規格が ISO3758 に準拠した、ジス L0001 に変更された。ドライクリーニングは、通常は普通の洗濯と同じように洗濯機を用いて、行う、家庭で行う洗濯を水ではなく、 有機溶媒で行うと考えて良い。洗濯したいものを有機溶媒に浸し、場合によっては、洗剤や少量の水、汗など、水溶性の汚れを落とすためを加えた後、洗濯機内で回転させる。すすぎ、脱溶媒を行った後、乾燥機で乾燥させる。ただし、有機溶媒は可燃性であったり、 またプラスチックを溶かしたりするためどの家庭でも専用の特別な機械を使用する。また使用した溶媒を下水に流すことはできないため回収、再利用できる仕組みになっている。洗濯、乾燥の終了後は蒸気を使って衣類の型を整えたりプレスしたりした後折りたたんで袋に入れて完成となる。ドライクリーニングに使用される有機溶剤は クリーニング業者によって様々であるが、大きく塩素系と石油系に分類することができる。また、洗剤は、影ン海面活性剤、非イオン海面活性剤、あるいは非イオン海面活性剤に分類できる。ドライクリーニングついての基準となる、JISL0860、ドライクリーニングに対する染色剣道度試験方法、では、溶剤、洗剤として、以下のものを使用している。 洗剤を用いる場合は、影イオン海面活性剤と、イオン海面活性剤を両方用い、有機溶媒の1、1000程度の水を加える。ドライクリーニングでは、物によっては色落ちしたり、ボタンなどの合成樹脂部分が溶けてしまったりすることがある。ドライクリーニングの適比は、それぞれの製品に明記されているので、この表示に従う必要がある。また、 ドライクリーニングは有機溶媒を用いており十分乾燥していない場合は肌の敏感な人では化学やけどをする場合がある。しかし有機溶媒は水よりもはるかに乾きやすいため普通に乾燥を行えば洗濯後に有機溶媒が残ることはまずない。とはいえ稀にクリーニング後にかけられているビニールを取らないでおくどのある一定の条件下において わずかに残留した有機溶媒が服を痛めることがある。ドライクリーニングでは、利用者よりも作業者のリスクが高い。溶剤として用いるパークロロエチレン、テトラクロロエチレンは、手足のしびれや換気の障害を起こすなどの毒性があり、一定の指揮はあると考えられるものの、発言性の恐れがあるとされる。また、外部に漏れると、環境汚染の原因ともなるため、 極めて厳格な排出規制がある。石油系溶剤は可燃性が高く取り扱いを誤ると火災の原因となる。以上のことから有機溶剤の取り扱いには極めて注意が必要である。クリーニング業についてはクリーニング業法第2条でと定義される。さらに洗濯物のクリーニング処理を行うクリーニング所や営業免許である。 クリーニング紙が規定されている。かつては、商店街などの店舗に機械を設置して、ここで洗濯物の受け渡しと処理を行う、個人経営に近い業者が多かった。しかし、2005年現在、実際に多く見受けられるクリーニング店は単なる、洗濯の受付、引き渡し窓口となる、取り次ぎ所であり、ここから、専門の処理工場である、クリーニング所へ、洗濯物が運ばれて洗濯。 プレスなどの作業が行われ、処理の終了後に再び取り次書に運ばれることが多い。しかし、マーケットの拡大とともに増加させてきた取り次店が、今度は競争激化の要因となり、単価の下落などダンピングをもたらす結果となった。2010年現在、布団、カーテン、絨毯などを客の家まで引き取りに来て、クリーニングの後に返しに来るというサービスも、 登場している。ベッドのマットを客の家でクリーニングをするというサービスもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。